こんにちは。今回は島とねりこの選定についてお話ししたいと思います。島とねりこについては以前にも動画をアップしたことがありますが、今回はもしご自分で切られる場合の注意点などについて触れたいと思います。と申しますのも、近年この木はいろいろなお宅で目にすることが多くなりました。安価で手軽に植えられて和風にも洋風にも使える木なので人気が出たのだと思いますけれども、とにかく成長の早い木なので、どこのお宅でも大きくなりすぎて持て余しているのではないかと思います。我々植木屋からしても切るたびに大量のゴミが出るので、ややうんざりしてしまいます。材が柔らかくて切りやすい木でもありますし、切る前と切った後のさっぱり感が断然違いますので、ある意味お金の取りやすい木であることは間違いないのですが、反面植木屋の技量が反映できないというか、どのように切っても次の時にはわっさりしてしまっているので、なんとなく張り合いのない木でもあります。さて、今このバックで流していた早送りの剪定動画については後ほどまた見ていただくとして、素人の方が陥りやすい悪い剪定例についてお話ししたいと思います。切りやすいところで適当に切ってしまうと、その枝は枯れ込んでしまうか、あるいは予期せぬところ、望まないところから無数に芽を吹かしてしまうことになります。枝分かれの部分できちんとコジットに切れば、少し太い枝でもカルスが巻いて木が傷みにくいですし、余計な芽が吹きません。素人切りをすると余計なところから芽が出て木を余計に茂らしてしまいます。不本意に出てきた枝はどれも使いようがありません。このようにごちゃごちゃになった枝を整理したり切り直したりすると余計な手間がかかります。植木屋に余計な作業をさせるのはお金ももったいないですし、植木屋のモチベーションも下がります。整理して切り直すとこのようになります。余計な切り口が増えて木も傷みます。頑張って切り直してもこれが限界です。格好よくはなりません。ここから先は冒頭で流していた島とねりこの剪定について流していきたいと思います。次回の手入れが今回より少しでも楽になるように、また枝の出方をこじらせないように、そのような切り方について参考になればと思います。とその前に、この剪定から3ヶ月後の様子を見ていただきましょう。暖冬のせいか2月の末でもうこのような芽が出ています。注目していただきたいのはこの芽の位置と数です。芽が吹かないように切るということはできませんが、予期せぬところから吹いているわけではありませんね。また元気にこの木は茂っていくのでしょうけれども、想定内の範囲なら致し方ないでしょう。このままおとなしくしてくれているといいんですけれども、木も茂るのが仕事ですから仕方ありませんね。それではこの3ヶ月前の剪定の様子をご覧ください。
側半分が終わったところです。すでに大量の剪定ゴミが出ています。ここから先は普通の基本剪定ですので解説はいらないですかね。立ち枝や逆さ枝などのいわゆる忌み枝を取りながら方向の良い枝先を残していくというようなやり方です。あとは枝分かれの角度をあまり鈍角に作らないというのがすっきり見せるコツでしょうか。この先は約9分ぐらいです。お時間のある方はご覧ください。ご視聴ありがとうございました。